しいたけぼこたん。私はしいたけちゃん、かわいいしいたけ。すごいことになったな。ちょっと伸ばしすぎたかもしれない。あの椎茸がさ、ね、めちゃくちゃ大きくなってる。収穫しましょう。はい、何個できたかしら。え、これはね、あの違うべきなように、あの下の、うん、細い部分を切る。うん、そうそうそう、ここ切るんだよね。ハサミで切ったんでしょ。ハサミです。これをどかして、でそれを切る。ちょっとママから一個やってみて。これはダメ。じゃあちょっと大きいのは切るのね。ちっちゃいのも生えてきてんじゃん。なんかね、ここいいか。いくぞ。うおー、これ次切る。もうちょっとしたらよかった。ねねね、次切る。いいね。じゃあそのお盆の上に置いていこう。うぃ、うおいいよ。下の部分を切る。おお、すげえ。下の部分を切る。はい、切る。でで、痛くない。残念。お、あっちゃった。何して。で、あっちゃった。結構楽しいね。楽しいね。こんだけできると。上の方から切った方がいいんじゃない？ちょっと待って、一回待って。おー、すごい。おお、なんかここがこう裏がね、面白いね。うわくそ。結構匂いする。すごい匂いする。上らへんね。上らへん、うん、そうそうそう。いいじゃない。すごい、まだまだあるじゃん。ちょっと待って。あ、これいいじゃないの。おー、いい椎茸だね。あ、いいね。二重切り。楽しいね。あ、これいい。あ、椎茸が切れると。これはでかい。でもこっちにも大きいのまだあるから大丈夫。うん、食べたの。匂い嗅いただけ。あ、でもなんかなめこっぽくない。匂い、なめこに近い。なめこってこんな匂いするの。うん。はい、チーズ。はい、はい、ありがとうございます。こっちでした。お、すげえ、レンちゃんで取れた。もういっぱい取れた、なんか。レンちゃん、じゃあ麺もレンちゃん取りしよう。レンちゃん取れた。はい、ありがとう。レンちゃん。うぅ。いっぱい。なんか結構ね、椎茸苦手な人がね、多かった。誰？私も食べれませんとかっていう人が結構多かったよ。え、コメント？そう、コメントで。でやっぱ細かく刻んで、椎茸って分かんないようにして食べるのがいいじゃないんですかってコメント結構来てたから。もう知っちゃったわ。やっぱその細かく刻んだ方がいいかなと思ってるとか、ハンバーグの中に椎茸入れるとか、分かんなくて美味しいですよって言ってよ。そうなの。うん、え、じゃあ一回入れてみて。大量に作れる。お味噌汁に入れても美味しいし。あのお味噌汁、あ、この間のねえねえ、あれなら食べれる。キャベツと椎茸のやつか。うん、ね、あれならいけるね。ね、山盛りにすぐ取れるんだけど、おばあちゃんの畑じゃん。よし、よし、1年だ。よし、全部終わったかな。はい、終わった。じゃあせっかくなんでキノコ数えてください。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、
キキネで終わってからにする32個。すごい。キキの方は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、10が飛んでるぞ。18、1、2、3、4、はい、5、6、7、8、9、10、11、12、13、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35個、35、36、37。おお、すごい。ねね、これから67個もできた。ねね、計算早かったでしょ。早かった。あれ、キキが取っちゃったじゃねえぞ。おまけに1個だけ、1個だけ。じゃあ収穫お疲れ様です。はい、はい。じゃあこのしいたけちゃんたちは、はい、ママがお料理しますので、はい、よろしくお願いします。はい、歯が揺れています。じゃねー。食べれるかしら。はい、歯がぐるぐるしてる子たちは食べれます。よし、じゃあせっかくなのでこれも持ってもらえる。お盆にのっけて。わかった。お、いいね。いいお顔ですね。好きになってきた。愛着湧いてきた。しいたけちゃん、匂いはいけるけど食べれるかが問題。何聞き、今のよしってくれたんだ、しいたけ。あ、落ちるね。あ、いいです、とてもいいです、最高です。ニコー、あ、こっちに見せて。ニコー、ニコー、ニコー。はい、オッケーです。はい、お疲れ様でした。